12月にハワイに行く秘訣上着やコートや高校に預けろ こんにちは。累計1億円以上を得てる語学を使って復習にやる方法を教える専門家、栗原久美子です。実は、明日から、明日ですね、あの、12月です。6日から、ハワイに来ます。ということで、お届けします。はい、ではですね、ま、あの、実はですね、あと私、あの、ホノルルマラソンというの知ってますかホノルルマラソン。ホノルルでですね、年1回、12月10日にですね、やってるですね、あの、本当に、マラソンのですね、大イベントなんですけど、そちらに参加することにしました。やはりですね、 一回はですね、もう死ぬ前に一回はですね、あの、ホノルールでですねマラ、マラソンにですね、参加をしてみたいと思います。です、ね、今回行くことにしたんですね。でですね、ハワイに行くのはいいんですよ。あったかいですしね、と夏ですからね。ただ、ただ、日本は寒いですね。冬なんですよね。だからそんな時にですね、あの、やっぱりこのね、コートを持っていくとですね、あの、ハワイでは邪魔になりますし、かといって着ていかないと日本では寒くてですね、風邪をひいてしまうと。そんな時にですね、どうすればいいかということで,ですね。 この私のですね、15カ国以上行ってるですね、あの私のですね、この秘訣を教えします。で、この話を聞くとですね、あの、冬、冬のですね、寒い時にもですね、あったかい思いをしてですね、風邪をひかずにですね、元気でハワイをですね、楽しめます。で、この話を聞かないとですね、海外旅行にいざ行ったとしてもですね、あの、やっぱり体を壊してしまってですね、全然楽しめなかったと。なんこんなことなら海外に行かなきゃよかったということで,ですね、悲しい思いをしてしまいます。はい それではですね、答えはですね、もうタイトルコールで言ってしまったんですけれど、空港に預けるんです。空港に預けるんです。実はですね、空港の方ではですね、コート預かりサービスというものがありまして、そちらをですね、使うといいんですね。で、コート預かりサービスというとわかんないと思うので、じゃあこれ調べ方お話しますね。はい、では Google さんで空港、コート預かりと書きます。そうすると、まあ、例えば JAL ABC サービスさんとかですね、パッと見てみると。はい、そうすると、こうやって、まあ、空港、 中央4空港、成田、羽田、関空、中部空港と、だからそうですね、伊丹空港とか、あとですね、あの地方空港とはやってないんですね。まあ地方 の方だったらですね、まあ、ほとんどの方は、あの、車で、そう、現地まで行って、あの、あの車のですね、駐車場というか、安いので、なので,で、ね、車、自分で車で行ったりとかですね、あの、ご家族に送ってもらったりするので、なので、そこでですね、預けたり、預けていけばいいと思うんですけれど、でもですね、この羽田とか成田とかだとですね、やっぱ東京近辺の方、車とか、自分のところで置いとくところがないので、やっぱ寒いですよね。うん、まあ、そういう時に、この JALABC サービスとか、 他になないのかな、うん、アメリカンエキスプレスのカード会員様厚ーと預かりサービス。をアメックスだと15%引き。やったー私、アメックスのプラチナなのでや,やりましたね。15%オフということで、これは嬉しいですね。 うん、そうそうそうですね。あの、この JALABC さんのサービスを使うというですね。で、この料金表なんですけれど、例えば成田空港だったら4日以内1200円、7日以内1600円と、今回ハワイに だから8、8日間です、8日間行くので、だから10日以内1750円ですか、うん。でもいいですよね。だって、あの荷物がこう、コートって結構分厚いじゃないですか。しかもダウンとかだったらこうですね、もこもこになりますし、あと現地で邪魔ですし、あと持って行ったりすると汚れたりしますよね。 やっぱりですね、この20万ぐらいのコートだとですね、持ってってですね、汚れたりとか、あとブランドものだと盗まれたりとかしますし、まあですね、ユニクロとかもすごいあったかいコートありますけど、じゃなくて。 でもですね、やっぱりこう、ぎゅうぎゅうに詰めてもですね、邪魔になりますよね。そうどうせやったらですね、お土産とかもいっぱい買いたいですし、うん、あと、そうですね、それだけではなくて、あの、例えば水着とかですね、アロハシャツとかですね、ムームーとかですね、着て持っていく方もいらっしゃると思うので、ね、荷物はなるべく邪魔にしたりたいですよね。だから、こういうところを使うといいです。 羽田だと第3ターミナルで一1日ごとに400円。結構安いですね。うん。だから第3ターミナルで1回預けて、それで第1、第2、第3とですね、あの、シャトルバスがあって、それをやるといいですし。あと、関空でもですね、こう、使えますし。チューブ空港。チューブだから名古屋ですね。 名古屋の空港でも使えますね。うん。そう、これですね。あ、予約は不,可不要みたいです。予約は不要。うん。なので、コートを持って直接 ABC カウンターに行くと。それでですね、お支払いをすると。 で、お聞き取りはですね、空港の ABC カウンターにお客様控えをお持ちの上お越しくださいということです。うん。そうですね。もし、この、例えばち、あのね、あの、空港から空港に乗り継ぎがある方とかはですね、これ、受け取れるのかなちょっとそれ聞いてから預けた方がいいですね。もし、このですね、乗り換え、乗り継ぎの時間とかがですね、短いとかの時はですね、こう、荷物を持ってお聞き取りとか難しいかもしれないので、そこは確認した方がいいです。 まあその場合は、ぎゅうちっちゃくして、持っていくとかするといいですね。で、この持っていく場合にどうすればいいかというと、私のお勧すすめとしましては、機内荷物に最初に入れておくと。うん、あのやっぱりですね、この機内,機内荷物。 預かり、預け荷物か、預け荷物の方に置いておくと。うん、だから、なんだろうな、あの一緒に、ね、座席に持っていかない方がい,いいんじゃないかなっていうのはありますね。結構邪魔に、コートとか邪魔になってしまいますから。うん、まあ、そこで寒がりの方はですね、結構空あの飛行機の中って寒いから、それでですね、まあ、かけとくのもいいですけど、うん、そうですね、まあ、そこはもうですね、あのたご自身のです、ね、体調とか、 あとですね、暑、まあ、がりか寒がりかによって決めていただければと思います。なので、こういうですね、空港に預けるサービスを使うとですね、かなり楽になりますので、押さえておきましょう。では、この話がいいなと思った方はですね、高評価、マーク、チャンネル登録、ベルマーク、チェック、こちらを押していただけると。 嬉しいですし、まあ、これからですね、あの私自身もハワイに行きますので、ハワイの情報とかですね、あとまあそれだけではなくて、私の本職のですね、あの語学を使って月150万以上を得る方法を教えるやり方とかもですね、シェアをさせていただくので、なので、興味がある方はですね、この下にです、ね、ボタンがあるので、そちらのボタンをクリックしていただいて、それでですね、メールを登録して、ですね、私からのお手紙を読んでくださいね。はい、それではまたお会いしましょう。